もしもし、ゆうすけ、会えないかなと思って電話したんだけど。あなた、ゆうすけと話したんだけど、今日会えないなんて。ケイコ、彼には彼自身の生活があるんだよ。さあ、準備しなさい。私の名前は中村亮太。恵子は私の妻である。今日は結婚してからちょうど50年を迎える記念日だ。今回初めて息子の祐介を訪問に来た。朝ごはんが一日の中で一番大切な食事だということは、旅慣れた旅行者なら誰でも知っていること。すべての旅先で常に私が日程を決めてきた。ケイコはいつも私にツアーガイドになるべきだったというよ。この都市には本当にたくさんのものがある。この都市が世界で一番大きいというのは本当なのだろうか。巨大な都市にはいつも大きな公園がある。写真がなかったら旅行は違ったものになるだろう。私たちの今は写真でいっぱいだ。ケイコは水の近くにいると安心する。今日は土曜日だ。だからユウスケにとって一番忙しい日だよ。電話に出ないわ。いつも旅先の思い出の品を持って帰宅するものさ。
いい旅とは疲れを伴う。恵子は疲れ切っている。今日は結婚して50年ともなるのに、まだまだわからないことがあるよ。ケイコ、目を閉じて。マザー、マザー、マザー、お母さん。旅はいつも驚きでいっぱいだ。